長春川は、大韓民国の政治家、官僚、ジャーナリスト、独立運動家、社会運動家、実業家、雑誌、思想会を創刊し、僕世紀政権下での言論面での抵抗に寄与した。日本名は、長安都川。長春川の母校東洋大学のキャンパス、日本統治時代の朝鮮の平安北道義州に、牧師の長男として生まれる。父親が、 独立運動に関わっていたことから各地を転々とし、中学卒業後に日本へ留学。東洋大学予科を経て、長老派の神学校を卒業する。1944年1月に学徒出陣によって日本軍に入隊。創始解明では、長安都賀と名乗る。中国戦線に参加したが、同年7月に脱走。 国民政府軍へ入隊して、中日誌官に任じられ、1945年1月には、重慶に赴いて、大韓民国臨時政府の幸福軍に加わり、緊急の秘書となった、第二次大戦終結後の12月に帰国。この直前に、西安で、僕正紀と、初めて開港し、日本軍の規律を幸福軍に押し付けようとした方と、衝突している。一時は、 緊急と、理承版の提携に動くも成功せず、大韓民国政府樹立後の1947年に、李反石が設立した朝鮮民族青年団の、教務所長に就任。だが、間もなく、職を辞し、1950年3月に教育部、国民精神啓発担当官となり、1952年には、教育部参加の思想研究員に移り、企画課長。 その後は、書務課長、事務局長を務め、朝鮮戦争後の1953年4月に、思想研究員を辞し、雑誌、思想会を創刊、ジャーナリストとしての活動を始めた。李正万政権が、独裁的な色彩を酷していくと、思想会も、政権批判の色を濃し、1958年には、掲載記事をめぐって一時拘束を受けた。 1960年の4月革命で、李正万政権が倒れると、張務首相によって、国土建設団企画部長をついで国土建設団長となる。その傍ら、ユネスコ韓国委員会の中央執行委員にも選出され、ユネスコ広報文化委員長も務めている。5.16軍事クーデターでは、思想界でピークに達した国政の混乱。 慢性化した腐敗、麻痺状態に陥った社会的規律など、未曽有の危機から民族的活路を打開するための最後の手段と一旦は支持する声明を掲載したものの、その後の軍政永続化、僕正規政権の独裁化から批判に転じる。1965年の日韓基本条約締結の際は、反対運動の中心的人物として活動し、 1967年からは、新民党の国会議員として、政治活動も開始した。1970年には、思想会の5月号に、禁止家の死、後族を掲載し、これが原因で、思想会は、強制的に廃刊となる。1972年の10月維新以降は、民主化運動に身を投じるようになり、1973年には、 改憲請願100万人署名運動を行い9回にもわたって、東国1974年4月の民生学連事件では緊急措置1号違反の容疑で懲役15年を宣告されたものの同年12月に体調不良により刑の執行が停止され、釈放される。釈放後は以前にも増して精力的に民主化運動に尽力したが、 1975年8月17日に、景気道放川の薬師法で登山をしている最中に、謎の死を遂げた。遺体は、耳の後ろに、ピッケルが打ち込まれたような大きな傷があり、高い絶壁から墜落した形で発見され、他殺説が浮上したが、警察は、転落死と発表した。遺体は、軽気道八集のナザれ公園に埋葬され、1991年に、 大韓民国建国勲章愛国賞を追贈されている。2013年1月10日、超新川の息子が求めていた最新請求に基づいて緊急措置1号違反事件についての最新開始が決定。同月24日にソウル地方法院で行われた最新公判で緊急措置1号は違憲無効であるとして無罪を言い渡された。立証版。 牧世紀の領独再政権下において、言論活動での抵抗の場を作り、その自由な社会を作り上げようとする姿勢は、内外でも評価され、1962年に、韓国人としては初めてマグサイサイ賞を授与されている。だが一方で、李正版政権下では、言論統制に関わる部署にいた上、5.16、軍事クーデターも当初は支持する姿勢を見せるなど、 そのあまりに、政治的な姿勢には、腐敗した、言論人という批判も、少なくない。http://www.munhwa.com/.news/.view.html? 脳イコール200外4100系6 0 1 0兆3062億3039万21。オーマイニュース。<www. m> http://www.ohmynews.com/.nwsweb.view.picogram.aspix.cn.tn.cd.way.000213425 <ッ><ッ>チャンジュナ先生に謝ります。裁判所39年ぶりに無罪宣告。反行へ。 http://japan.hani.co.kr/.rt/.politics/.13868.html2013 <ッ> ht 年1月27日閲覧。ありがとうございます。